モデア。モデア。モデレは、連鎖販売取引の販売形態を用いて、化粧品や健康食品などを販売している会社であり、世界29カ国、2011年12月現在で、事業展開をしている、アメリカ企業のデアインク社、モデレ、インクと、グループ会社の総称である。2015年4月1日より、ソーシャルリテールと称する、 新たな流通形態で商品を販売拡大していくため、社名及び製品名をニューウェイズ、ムウェイズから変更した。アメリカ合衆国ユタ州に本社を構え、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど34の国や地域にネットワークを広げており、日本ではモデアジャパン合同会社が東京都港区に本社オフィス構えている。世界中で展開されている。 ダイレクトセリングのうち、ソーシャルリテールという販売形態で、人と人の直接的な販売とソーシャルメディアを活用した間接的な販売を併用しながら、ビネスを展開している。なおダイレクトセリングとは、競技には訪問販売、講義には訪問販売、通信販売等を含む無店舗販売を指す。1987年。 トーマス・ E ・モーワードレスリーディア d モーワー元夫妻がニューウェイズ社の前身であるイメージズアタトゥーズ社を創業し共同所有していた1992年社名をニューウェイズ社に変更2006年10月投資会社である社アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市へ所有権を売却したこの売却によって共同創業者 所有者であったトーマス・イ、e ・モーアー元妻のデズリー・ディアン・モーアーはニューウェイズ・インク社及びニューウェイズグループとの関係が消滅した。シズル。2011年11月、ブルームバーグニュースにより、がニューウェイズの破産を含む選択肢を検討との見出しでの約2億3500万ドルが債務不履行に陥ったと報じられた。2012年1月、 債務不履行の問題で約1億3000万ドルを債務の株式化をして負債総額を圧縮することで債権者との交渉が成立。これによりトゼットキャピタルパートナーズ LLC が株式の過半数を取得し取締役会に上記代表が加わった。2012年9月1日、ニューウェイズジャパンの組織形態を株式会社から合同会社に変更した。 2013年7月、非公開投資会社、Z キャピタルパートナーズが、サクキャピタルアドバイセスから持ち株を取得した。この結果、Z キャピタルパートナーズが、ニューウェイズの多数株を占める支配株主となった。2014年10月1日、ビジネスデベロップメントオポチュニティ、統括本部担当の副社長であった、大井森夫が、ニューウェイズジャパンの社長に就任。 ニューイズビジネスの会員報酬プログラムは会員が購入する商品価格に各会員に分配される報酬が含まれているがニューイズビジネスの報酬プログラムでは会員が1ヶ月に購入する商品ごとに付与されているポイントの合計が100ポイントを境に報酬分配計算方法が違うシステムになっている1ポイントイコール130円100ポイント未満は ユニレベル方式で計算され、100ポイント以上はブレークアウェイ方式で計算される2つの報酬計算方法を一体化したもので、ユニレベル方式とブレークアウェイ方式の互いの利点を、生かし欠点を補う報酬プランで、ハイブリッドプランと呼ばれている。このニューウェイズビジネスで採用しているユニレベル、ブレークアウェイのハイブリッドプランでは、MLM 初心者には、 初期のハードルが低く、報酬を得やすいプランであるとされる。特に100ポイント以上での分配が行われる、ブレークアウェイは、報酬計算対象範囲が大きく広がり高額な、報酬が望めるとされる部分であり、自分の報酬対象となる会員が100ポイント以上、商品購入を行っていることが条件である。また、ブレイクアウェイは、一定期間、通常は1回計年度期間の実績で、 次の一定期間の報酬対象範囲と報酬率が保証されるものだが、ニューウェイズハイブリッドプランのブレイクアウェイ部分は、1ヶ月ごとの実績で該当月のみの報酬対象範囲と報酬率が決められている。1996年から商品を個人輸入で購入するプレマーケティングで日本市場での会員加盟募集を開始する。百九十九年頃までは、 急成長する日本市場からの会員増加にインフラ整備がついていか、会員ボーナスの計算違いや、商品の支配、3から4ヶ月や、5杯、二重注文、クレジットカード生産での二重、三重引き落としなどが続いた。しかし、1999年8月に、日本に会員向けのカスタマーセンター、東京都港区田町が開設され、2001年の 日本正式開業時には、それらのトラブルは見かけられなくなった。2014年10月1日に、大井森男が、ニューウェイズジャパンの社長に就任。ビジネス会員だけでなく製品愛用者を増やすことに、焦点を当てた新しいビジネスモデルの構築を目指した。ビジネス計画を正確に共有するため、現場で使用できる骨組みや言語に変え、段階的に浸透できる体制を構築。 また新しく発表する製品についても、製品の情報を時間をかけながら共有。伝え方や伝える際の文言などを準備し、コンプライアンスを強化した。2001年日本正式開業時に、セイロカタワー、東京都中央区赤市町に、ニューウェイズジャパンインク日本支社のショールームスクエア、東京が開設された。その後、関西、スクエア大阪、九州、 スクエア福岡、北海道、スクエア札幌、沖縄、スクエア琉球地区に順次開設され、2005年8月には、スクエア東京が、グランスクエア東京都市セロカタワーから、大手町フィナンシャルセンター、東京都千代田区大手町に転し、リニューアルオープンした。2007年8月には、スクエア名古屋がオープンした。2010年5月、スクエア名古屋、 スクエア札幌を閉鎖した。11月、大手町フィナンシャルセンターが東京プライムステージによる解体のためグランスクエア東京を閉鎖し、清井町へ移転。ドルジェガッパーナイ店の後店舗にヘルシーホーム清井町をオープンした。グランスクエア、スクエアでは一般消費者や会員への商品のお試しや販売。一般消費者は仮会員登録が 必要が行われている。また、グランスクエア、スクエアには、説明会会場も併設され、会社主催の商品説明会や、会員主催の新規説明会が開催されている。2012年6月、ステーション名古屋がオープンした。2018年6月、東京芝公園に、初の路面店、モデアショップ、芝公園がオープンした。ニューイズでは、 会員をディストリビューターと呼称する。1996年プレマーケティング開始からの日本のディストリビューター数は登録類型組数でおよそ190万組、2006年12月限。そのうち会員としての資格を維持しているアクティブディストリビューター数はニューウェイズジャパンインク日本支社から約53万組、2006年8月末現在と公表され、 自主大会やデータ管理料未納による自動大会、内規による処分等で会員資格を失った会員経験者は累計で130万組を超えている。日本のニューウェイズ会員はアメリカのニューウェイズインク社と独立事業主の立場となる会員契約を直接締結し、ニューウェイズインク社が用意する会員報酬プログラムにより、 会員個人購入実績とグループ購入実績に応じて報酬が支払われる。ニューウェイズ会員契約には、金銭負担はなく、登録料0円、特定負担などがない、日本では20歳以上であれば、学生を除いて参加が可能であり、ハードルが非常に低い。ただし、データ管理料として1890円、年が必要。ニューウェイズビジネスは、 特商法の連鎖販売取引では、圧線タイプ取引集中型に分類されるもので、会員は、ニューウェイズインク社との契約で新規会員の勧誘を認められていた立場にあり、特商法上の勧誘者に位置づけられる。特商法では勧誘者に対して、故意に事実を告げないこと、事実不告知、不実のことを告げること、不実告知を禁止しており、不実告知を禁止されている。 一般連鎖販売事業者より重た責任を持たせている。またニューエイズは過去にその不実の告知により行政処分を受けている。各進出国ごとに取扱い商品アイテムに違いがあり、販売価格も市場経済により各国ごとの経済状況により違いがある。アメリカ国内で取り扱っている園芸用品と自動車用添加剤を除く。 化粧品やサプリメント、栄養補助食品、飲料水、高校ケアボディケア、ウェイトコントロールアロマケア、エッセンシャルオイル、家庭用洗剤、ペット用品を販売している。1996年に日本市場でプレマーケティングを開始して以来、日本向け商品価格が設定されている。プレマーケティング時は、個人輸入で商品を購入するもので、アメリカドル表示であり、 送料や関税等購入者負担であったにもかかわらず、アメリカ向け価格より高額な日本向け価格が設定され、個人輸入による現地価格で購入できるメリットは存在していなかった。2001年の正式開業に合わせて価格は日本円表示となったが、日本向け商品のアメリカドル表示から日本円表示の変更は指定レートで計算され、価格の設定に大きな変更はない。 その後も一部商品の値上げがあったが、ほとんどの商品で価格の変更は行われていない。ニューウェイズ商品の日本での購入は、会員となってニューウェイズジャパンインク日本支社から購入するのが正規販売ルートである。モデアに社名変更してからは公式サイトでメンバー登録するだけで誰でもオンライン上でも 電野製品を買えるような販売ルートを構築した。また、iPhone、Android 向けの公式アプリもリリースしている。さらに2018年には、モデアショップ、芝公園をオープンし、モデアの製品をオフラインでも購入できるようにしている。会員から商品を購入した一般消費者に対して、ニューウェイズ独自の顧客満足保証制度を用意している。 これは、クーリングオフとは別に設けられている制度であり、クーリングオフも利用することができる。カンボジアに安全な水を届けるために、2008年4月より、井戸支援募金を開始。カンボジア各地に34本の井戸が完成。ペットボトルキャップを集め、それをリサイクルをし、世界の子供にポリオワクチンを届ける活動の支援を行っている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。